こんにちは、さおりです。今日は穀物不使用のパンを作ってみました。穀物アレルギーの方におすすめのパンです。では作っていきます。アーモンドのパンになります。アーモンドプードルを使っていきます。50g 入れていきます。次はベーキングパウダーを 4g 入れていきます。次は塩を1つまみ入れていきます。次はチアシードを 5g 入れていきます。次は豆乳を 40g 入れて全体を混ぜていきます。しっかり混ぜたら生地をまとめていきます。180度のオーブンで15分焼いていきます。アーモンドパンの完成です。チアシードがゴマに見えるので、ゴマパンを食べている感じになります。レーズンを入れたり、甘みを足すとさらに美味しく食べられると思います。いろいろアレンジして食べてみてください。穀物アレルギーの方にはおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。